にちは、春風ツアーです。ポーランド旅行クラクフをご案内します。ポーランドはヨーロッパの中央、ここにあります。そしてクラクフはポーランドの南側にあります。今回ご紹介するのは聖マリア教会その3、クラクフのラッパです。聖マリア教会はクラクフ旧市街の中央広場に建てられた、13世紀に建てられたゴシック様式の教会です。この写真を見てください。これは、この教会の上で、左側の塔の屋根のすぐ下、ちょっと窓が小さくなっているところなんですけれども、そこでラッパを吹いている様子です。13世紀、ポーランドはモンゴルに侵攻されました。日本の元寇の少し前です。その時、ここで、敵襲警報のラッパが吹き鳴らされましたが、モンゴル兵の矢が吹き手の喉を貫きました。それを痛み、現在毎小時1時間ごとにここでラッパが吹かれています。しかしそのラッパは中途半端なところで終わります。それがその喉を射抜かれたところと言われています。ただこのここで吹かれている曲というのは、ポーランドではお昼のラジオでよく流れていて、誰でも知っている曲なんだそうです。それでは最後にその曲を聴いてみたいと思います。途中で止まります。春風ツアー、ポーランド旅行クラクフ、聖マリア教会クラクフのラッパをご紹介しました。